お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちらのスケキン枯渇劇やっていきたいと思います。ってことで、こちらがですね、今マルチ上位でめっちゃ増えてます。はい、もう最近マジで本当に、ほらさっきたまたまマルチ上位のデッキを見てたんですけど、本当にマルチ上位で、まあ、何人だろうな、トップ30に7、8人ぐらいは絶対使ってるよねっていうぐらい、なんかみんな使ってました。はい、すごいね、多いです。そうそうそう、なんかね、使いやすいのかな、わかんないけど、まあ、めっちゃ強そうっていうので今日こちらでねやっていきたいと思います。まあ、マルチ上位なんか全体を通してちょっとチャンピオンの中でも今スケキンが一つね頭抜けてるかなという感じかな。まあなんかスケキンが多いですね、単純に多い。まあなんかいますけど、他にもね、ゴルナイマーチェクイも、なんだっけ、もう一個モグラみたいなやつ、マイティですね。はい、いますけども、一番シール多いのはやっぱねスケキンかなっていうので、ちょっとスケキンがねちょい強です。さあね、こういう小物系とはねすごい相性がいいんですよ、スケキンくんね。でさ、基本的にはまあ迫撃で攻めてって感じかな。で、あー、ファルチオグか、今回ファルチオグだと、まあファルチが厄介であったりとか、まあめんどっちいっすね、めんどっちいけど、まあディガーで削りながら、ディガーで削って迫撃で防衛がね正しいかもしんないね。基本的に迫撃法ってまあ攻めで使いながら、まあ守りでも使うって感じなんですけども、相手によってはね逆に攻めで使ってしまうと、そのタイミングをこううまいことね、やられてダメージ受けちゃうとかもありますんで、相手によってはね攻め迫撃一回もしない方がいいみたいなこともありますね。で今回の相手がね結構それに近いかな。迫撃砲を置いた瞬間に逆サイホグとかされると、僕はまあ小物しかないわけで、小物で守ろうとしたらね、なんかそこ一気にしばかれてがあるので、攻め取るね、攻め打つと、まあ相手によっては出したくないかなっていう。であとはもうディガーで削るだけ。この位置金ギトされちまう。さあ、でも相手が結構ね過剰にコストを使ってくれてはいるんだけど、どうしようかな。まあ一旦ちまちまで、一旦ちまちまゲーっすよね。うん、さあ来るかな。あー、で相手も逆にホグは迫撃砲でお前取んねえじゃんっていうのを見越して、もうロケ削りに来ましたね。早すぎる、ガチ早すぎる。まあ、僕はもうガンガン行こうぜっすよね。さあ、いやーこれトルネもあるんでね。さあトルネードしてくる。いやーちょっといいんじゃない。いや、迫撃砲入るのマジで熱い。さあこれは相手がね攻めてきた後なので、しっかりねカウント。いや、なんだろう、ソウルコール、いやぶっ飛ばせ俺。いやいいよ、バルキリーがまあ来る。まあここはおとなしくもう防衛迫撃でいいんですよね。うん、で、いやさすがにディガーボーイ。でもウッド削りとファイボ削りっすね、僕はマジで。いやーちょっとやだな、あのファルチェ。さ、スケキン出しながらの、さあマジでロケ削りがいかつい。いやでもこれは美味しい、美味しい。さあこれはマジで攻めどく攻めどく、もうファイボもね削りですね。はいはいはい、タワーにね削っていく、削りながらのファルチを処理しながらのしっかり防泊。いやこれないとマジでね大ダメージ受けちゃう。お、待って待って、ゴブリゴブリ、お前はみ出すぎはみ出すぎ、ガチで、え、ガチでやばい、お前マジでやばいって。いやこれはマジでディガー5っすね、ただの。もうディガー5ウッドで一生削っていきます。よし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 、やばいやばい、これはトルネもウッドも来るかもしれないんで、おーい、さあ危ない。まあ多分デッキパワーですね。なんか見た目めっちゃきつそうな気もするんですけど、まあ僕言うて迫撃相手も突破できないみたいなとこはね、まあありつつの、まあバルキーフレッチとかいてもねこの小物系でやっていけるっていう。いやガチで生まれてしもうたっすね。なんか定期的に出るんすよ、デッキパワー高いのが。
で、それはね、特にアッチャクイでもゴルナイでも、まあ、チャンピオン関係であったんですけど、スケキンのね、今回は壊れが登場しましたね。さあ、今回相手はザップなので、スパーキーかな。いや、もうスパーキーです。しかないよね。これに対してエレキがあるのか、許容か。さあ、今回相手はスパーキーですけども、もうザップ枯渇。なので、もうやりゴブ、スケブ、スケキン、ノーストルコール。ああ、どこを守るねんちゅうのでね。はい。さあ、守っていきたいとこですね。もうスケブがまあ強いからね。よいしょ。さあ、さすがにね、まず1本目ね。ウッドは打っといた方がいいんじゃない？残って、さあ、スパーキーしかもね、このスケキンきついイメージあんな。よいしょ。で、ディガーかな。ザップも使ってて。僕、ザップ使ってるんで、エレキで踏むしかできないんですけど、エレキのコストがない場合は、いや、マジで、バカ強だな。これだって、僕が逆にスパーキー側の立場だったら、通る気しないですもんね。ね、コウモリにやばい、ザップ打てない。スケブにザップ打つ。いや、けど、もう一回スケキンでスケブ、みたいな。ズルやんってなっちゃうんで。さあ、まあ、これザップ来ないよ、ミステイ。で、まあ、攻め吐くしてもいいんですけど、まあ、攻め吐くしてガン無視が一番の負け筋なので、って考えて待ちながらの、もしかしたら相手が撤退の可能性もあり、撤退じゃない。さあ、これは被ったら、まあ別にいっか。いやー、スパーキー、エイミー優秀か？いや、でも、いや、強い。さあ、で、問題はここを守れんのって話なんですよ。守れません。こういうのは、高回転なんでね、ファイブを回してあげるっていうパターンもあり。さあ、ザップ来そう。今の回、いや、発揮表めっちゃ強いやんね。やばいよね。発揮表やばくない？で、防波置いとけばもう絶対手の攻めは通りません。最強鉄壁ですっていうので、さあ、この試合だと特にね、このスケキンのね、壊れ度。まあ、スケキンスケブの組み合わせがめっちゃ強い。そして、まあ、迫撃ディガーっていう戦術も強いので、まあ、強いデッキに、その強い戦術ぶち込めば、単純に強いだろっちゅう。ただそれだけ。さあ、まあ、スケキン持ってないと、まあ、この壊れ戦術はね、成り立たないので、まあ、持ってないと辛いかもしれないけど、もう持ってたらフィーバー。やばいよね。大暴走だ。さあ。まあだから、迫撃砲を攻めで使わなくても、スケキンディガーで戦えるっていうね。あと、端前チクチク。迫撃はな、マジでもう昔から一生あるデッキなんだよね。本当に。よく、無課金デッキでおすすめでもあげますし、僕、格上に勝ちたいのでも、迫撃砲は強いよっていうのを言いますし、まあ、とりあえず、迫撃砲はね、壊れてるんですよね、クララっていうゲームで。いやー、まあ、インフェは、インフェ、しょうがないですね、もう。はい。で、今回の相手は、流行りのドリラーですね。まあ、ゴブドリもね、玄関業めっちゃ強いんですよ。いや、マジで本当に、めっちゃ強いんですよ。で、そのうちの、まあ、一つの方かな。最近だとロケット入ってるドリルとか、まあ、トルネ入りのドリルとか、ま、いろいろありすぎるんですよね。まじ、ドリルのレパートリーが。そう。で、今回は、吹き矢とかのやつかな。僕もなんかよく使う。よいしょ。さあ、で、このスケキンいる時の、これはね、結構熱いよ。インフェもね、置けないので。ああ、でも、それはね、うまいな、これ。これはマジで、男の許容のスケキンのスキル使っちゃうみたいな。いやでも、やりゴブめっちゃ頑張ってるくない？やりゴブにしては抑えれたよね。さあ、ナイス、やりゴブ。で、相手は、吹き扱ったら、まあ、ファイスピしかないので、ファイスピ読み1のディガ。出てこない。シンプルに裏ディガーでよかった。手札把握全然できてない人になっちゃった。いや、でも、コウモリが、いいね。さあ、で、今回の相手は、あれ？ウッド持ってたっけ？ウッドオアファイスピのどっちかなんですよね。そんなので、いやー、これはいかない。
どっちかなので、デッキによってもスケベが無双だよね。さあ、これはなんか小物読みファイスピみたいな今ついてたよね。ファイスピおのし使ったねっていうので、さあゴリゴリ行こう。いやー、ファイモは打ってもいいけど打たなくても良さそう。吹き矢がね、右サイド、いやマジ吹き矢めっちゃ邪魔だなあいつ。さあちょっとダメージ受けながらの確実に守っていきたい。ファイスピ使ったんでコウモリと。ここにファイボーね、結構熱いんじゃない？コウモリが。いやもう直当てめっちゃ便利だからな。あぶねー、ファイボー来たー。許容神ウッディだけ。スケキンソウルコールとか言って。スタート549。いや、こっから逆転はね、あんのか？いや、やっぱファイブをね、徹底してくるので、こういうのも全部許容でね、見守りたい。さて、これは、スキキンを相手を抑えなきゃいけない。ソウルコール使って、吹き矢をしばいて、吐き矢が入って、右サイドもなんなら落ちてファイブを圏内で、うーい。強い。まあ、環境の流行ってるデッキに強い説は、ちょっとあるよね。まあ、環境デッキ、ドリルぐらいしか思いつかねえな。ドリル迫撃。むずいね。なんかちょっと前は圧着イロイグとか、ね、あとメガナイトラムとか、もう環境だからこそめっちゃ強いのがあったんですけど、今の環境はドリラーぐらいかな。ドリルがちょっと多いぐらい。さあ、今回大体ファイスピー。おー、これだよ、これ。もしかしてもう一回来た？もう一回ドリル説が、おぉ、わ、すごい。すごいいかつい攻めですね。同じです。はい。いや、マジで、すごいな。そんなにっていうぐらいでも当たりますね。で、これ、相手結構多分苦しいっすよ。スケキン咲いてるんで、こう、ソウルコールスキルマンからの吹き矢をしばくと、まあ、いやー、しばけない。さあ、まあ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 、ドリルですね。で、ドリルの方も、ファイスピなのか、ウッドなのかよね。でもさすがにこれは勝ちたい相性っすね。うん、攻め吐くして、相手はもうインフェで受けてくるか、まあなんか低めスケキンとかで受けてくると思うんで、まあ迫撃からのコウモリディガーとか、やっとくだけで、もうそれだけで有利になれるっすよね。さあ、いや、環境のこういう流行ってるの弾けると、熱いね。まあ、あとはもうなんか万能っていうデッキなので、これは。もう気合でね、やっていく。さあ、インフェこんにちは。で、ファイスピ咲いてるから、ここのコウモリはしばけないんですよね、相手。さあ、ウッド使っていいな、これは。ウッド使って、完全延命のグッドゲームかな。ああ、でも言うてウォールブレーカーで。一発なんかハミーの一発がマジで強いね。そう、こうなると、なんか、勝ち格ぐらい。まあ、どうだろう。まあ、攻め吐くしどくっすからね、これだって。さっきので、相手、インフェ置きにくいんですけど、まあ、もう一回置いてくるならば、まあ、もう一回行こうかってなって、よいしょ。で、吹き矢は、ウッドも使い得ですからね。相手にウッドがないんでね、今回。それがちょっと強いかな。でさ、迫撃砲で、吸ってあげながらの、もう一発？いやー、2個ミリ残り。ファイスピさえいなければね、もう一生コウモリゲーなんでね。なんで低めコウモリも強い。まあ、ファイバーが飛んでくるぐらいか。さ、ファイバーこんにちはで、来そうなので、一旦ステイの、裏にも飛ばしてあげながらね。なんかダメージでも追いつかれてんな。ちょっとちょいもったいない入ってますね、ダメージが。で、吹き矢槍あげ、これはお前どこに打つんだ。インフェか。さあ、まあ流れはもういいですからね。結構ドリルをやばい。それはね、めっちゃいいオールブレイカー。
ドリルをスケブで拾えばね、相手絶対きついんです。さあ、ここは、YSP 来そうだなの、一回ステイ。からの、まあ、コウモリは残しておいてみるか。さあ。ここはもう、ええ感じに拾いたい。いや、まじ、さすがに止まるよね。うい。からの、インフェとかを、タゲ、取りにくいよ、ここの位置の迫撃は。さあ、うそ、スキルが。使って強っ、なんかもうユニットが強すぎて、まあスケブかな、よいしょ。さあでスケブでも守れると、これ早めに上しばいとくか。スケキンで拾って、まあファイボ来てもさすがに大丈夫じゃないこれ。ディガーとファイボでオッケー、よいしょ、絶対入れダメージ。うん。まあ、ほんと、こういうね、ただただ流行ってる、まあ、デッキメタっていうメタではないと思うんですけど、まあ、環境にはね、間違いなく、刺さってるよねの、迫撃。いや、マジでドリルばっかだな。ね。さあ。よろしく。まあ、基本は、ディガ飛ばしまくる。で、こういうのもなかったらもう吐き砲ですね。まあ、コウモリやりこがあれば、そこで抑えればいいんですけど。まあ、吐き息こういうのでも便利だからな。で、スケキン。いや、同じすぎるっすよね。環境がもう。偏りゲーです。よいしょ。さあ、しっかりターゲット取ってあげながら、いや、問題は、何が違うのか。いや、今んとこガチで、全一緒か、スケキンコウモリの。いや、わかんねえ。あ、でもスケバレか、スケバレがあるんで、そこだけ違うっすね。で、スケバレは、柳雨型とかなのかな。あ、そうっすね。ムートで、まあ、ファイボク柳雨が入ってるやつかな。で、これお互い共通して言えるのは、コウモリがめっちゃ強い。そう、コウモリがガチで強いので、まあ、コウモリゲーをしたいね。そう、お互いコウモリがマジで強い。いやー、待って、これ、痛い。これやばい。これ待って、ガチやばい。助けてほしい。スケキンのスキルがマジで怖い。まあ、ウッドでね、今日できるか。で、ムートがあるんで、今回僕からしたら、その攻め吐く息っていうのが刺さりにくいよね。そうだから、どうしよう。どうやって戦うって感じだよね。まあ、息毒。で、ムーティー、こんにちは。スケキン、スキル回収の、あれ？グッドゲームは早くない？そう。コウモリ用にコウモリ足して、いや、ここでスキル使いたい。連打。相手のスキルがさ、スキルじゃねえ。呪文が、ファイボなのかな？なんかこのデッキは、基本、あ、ファイボも何もないのか、もしかして。なんかがあるはずなんですけど、何も出てこない。呪文が何も出てこないってことは、そういうこと？ね。ウッドとかユキダは絶対なくて、ここもハムでいいよ。ただ、呪文なしだな。これ、相手の。そう、呪文なしだったんで、まあ、コウモリも小物系も全部しんどかったね。ドンマイっていうやつだな。いや、あるんじゃないか。まあでもファイブでしたね。そう、このファイブの枠がやらめだったり、まあ雪玉とかになったり、なんかいろいろね、変わってて、まあずっと使われてるかな、ここ最近、この相手のね、迫撃のスケキンスケブル。そう、いやまあでも、スケキン迫撃はマジで結構使いやすい方だと思うんですよね。まあスケキン自体が。そう。カートパワーもあるし、使いやすいと思うから、めちゃくちゃおすすめです。はい、ということで、こちらのね、迫撃枯渇、ぜひやってみてください。まあ、ファイボームートとか、まあ、それこそさっきのスケバルとかにするのも、まあ、ありかなとは思うんですけども、まあ、これめっちゃ使いやすいんでね、はい、使ってみてください。チャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。